さんこんにちは、こんばんは、レオです。ということですね、今回は秋葉原に行ったものの紹介ですね。ちょっとまあ遅れてしまったっていうか、まあ日にちが経ってしまったんですけども、まあそうですね、少しまあ秋葉原でも紹介しましたけども、まあ、改めて紹介させていただきます。まずはですね、こちら、田中美久ちゃんのパスケースのねこちらですね、最初の方に秋葉原の動画でお見せしましたけども、こちらね、定期券とか、まあ、スイカとかですね、パスモとかいろいろと入るやつなんですけども、ちゃんとね、反応するんで、これでもね、スイカとかこれで使っていこうかなと思います。はずね、全然恥ずかしくないですよ、こんなん使って。ね、むしろね、本当にミク神押しだっていうのをね、ズバッと証明してるようなものですから、これ使ってね、これからパスケース、まあ、そういうものは、これを使っていきたいなと思います。そしてですね、こちらが秋葉原のお店でですね、まあ AKB ホテルとカフェ&ショップの方にですね売っていました。これつけてましたけども、あの時買いましたのですね、買いました。HKT ホテルとの今グッズがね秋葉原の方で出ておりましてですね、クリアファイルの、まあ、3種類のクリアファイルが売ってたり、 HKT ホテルとね、あとはこの缶バッジだったり、でかいポスターみたいなのだったり、マウスパッドとかありましたね。うん、結構いろいろ HKT48 のグッズが置いてあるんで、いつまで置いてあるのかわからないんですけども、HKT48、関東のね、HKT ファンはぜひとも、足を運んでみてください。期間限定だと思うので、はい。HKT48 グッズ、博多グッズはなかなか秋葉原では出てこないので、ぜひ。今の機会にね、買える方買ってみてください。そして今の期間だと741のスムージーがね、飲めるので、それもついでに、楽しんできてください。はい、僕もそのうちに741のスムージー、いけたらまた動画にしますけども、とりあえず俺はさくらちゃん買いました。みくちゃんも買いたかったのに、さくらちゃんしか売ってなかったんでね、みくちゃん売ってなかったので、はい、まあ、ナコも売ってなかったんですよね、うん、そうですね、これを買いましたのと、動画でも紹介した通り、こちらコースターケースにねちょっと入れたんですけども、まあ、葵たんはこの前のねやつなんですけども、こちらですね、ちょっと取り出しましょう。こちらですね、さくらのコースターであります。こちら地引きいたしましたね、セカラスカの方。ラストですから、本当にあの時セカラスカのワーガーはもうラストで、次の日はもう741になるやつだったんで、もう本当に最後だったんですよ。何が出てもこれが最後だと決めていたものですから、本当にびっくりしたね。最後の最後に最後に神推しのホサクラがもう当たるなんてことがもう起きるんですね。奇跡としか言いようがありません。本当にラストだったから、いやー本当にすごいですよ。これはいいものを手に入れました。これはもう一生の宝物です。僕の一生のコースターの宝物です。たかが紙切るみたいな、紙切れじゃないけど、たかが紙みたいな、思わないでください。たかがコースターなんてって思わないでください。もうね、桜ですよ。これ価値あるよ、そうと。マジで価値あったね、本当にね。はい、と、まあ、そんな感じで、秋葉原はこんな感じでしたね。うん。こちら、ニット帽にはちょっと大きすぎてできないんで、ニット帽はいつも通りに、セカラスカの缶バッジと、普通の桜の缶バッジ、小さいやつね。をつけていきます。でこちらはバッグにつけたり、服にアクセサリーでこういうのつけたりしていこうと思います。ということで今回はこんな感じで秋葉原にちょっとグッズ紹介みたいな感じの、まあ、おさらいみたいなのさせていただきました。で大運動会 SSM 以上の SSM、 そこでも絡める方をお願いします。ということでバイナラ。